旧平野正吉美術館日吉八幡神社秋田県立美術館平野正吉コレクションは秋田県秋田市のエリア中市内にある美術館。秋田の行事をはじめ1930年代を中心とした藤田つぐじ作品を多く収蔵しており、これら収蔵品の多くは藤田と交友のあった秋田の資産家、美術収集家である平野正吉9月28日。 近接する、千秋公園内より、旧秋田県立美術館が移転、再オープンして開館した。1967年5月5日に開館した、旧秋田県立美術館を前身とする。旧美術館の開館と同年に設立された、公益財団法人、平野正吉美術財団によって運営されており、現在の美術館は2013年9月28日に、旧美術館から移転。 再オープンしたものである。新美術館は安藤忠夫の設計によるもので、三角形をモチーフとして構成され、2階には、千秋公園方向を望む水庭を有する。2012年7月21日のエリア中一街、ビラキともに暫定をオープンし、当初は建物を無料開放、美術館の移転作業が始まる2013年8月まで企画展を中心に活用された。 なお、2012年7月の暫定オープンから2013年9月の本格オープンまで約1年2ヶ月を要しているが、これは展示品を保護するために竣工直後のコンクリートから放出されるアルカリガスが発散し、建物内の空調が安定するまでの養生期間を必要としたためである。千秋公園内に位置し、現美術館とは広こう中土橋を挟んで近接する。 日本神殿型の屋根が特徴の建物である。美術館のシンボルである秋田の行事の展示に意が注がれ、藤田の指示により自然光を再興した礼拝堂のような空間が施行された。建設にあたっては県と美術品を所蔵する財団法人平野正吉美術館の協力によって建設され、総工費約2億円のうち5000万円が 平野正吉個人の寄付によって賄われた。また館内は1階の美術ホールと2.3階の上、財団が所蔵する美術作品の展示室に大別され、入り口も1階と2階にそれぞれ設けられていた。このため県民には一般に創作発表の貸し展示室として使用されていた1階美術ホールが、秋田県立美術館2階より上の常設展示室部分が、 平野正吉美術館と認識されていた。美術館の移転にあたっては、所蔵されている作品群と美術館建物は一体不可分の芸術性を持つものとして、移転に反対する市民運動があり、各種メディアに取り上げられたほか、秋田県議会でも議論された。なお、美術館移転後の現在の利用方法については未定であり、同じく、 千秋公園内にある秋田市立佐竹資料館の移転案があるものの、具体的な計画はまとまっていない。2015年9月に建物を存続させる方針であり、改修を経て秋田市の文化施設として活用する方針が示されたが、利活用にあたっては、最大11億4500万円の改修費がかかる見込みなど、なおも先行きを懸念する声も聞かれる。 当美術館の収蔵品は多くが平野正吉個人の収集によるものであり、601点が個人から財団への寄付を経て美術館に収蔵されている。特にこういうのあった藤立富士の作品を多く含み、1930年代の作品を中心に素描を含め105点を収蔵する。現在では藤田のコレクションとして、 最も充実している美術館の一つであるが、このほか、藤田自身のコレクションである土偶やペルーをはじめとする中南米の資料など161点が収蔵されていることも特徴である。藤田作品では、夏季の秋田の行事をはじめ、眠れる女、五人女など、乳白色の肌の色で知られる藤田作品の特徴をよく伝える作品を有する。また、 陳鈍屋三人組は、日本画の手法を取り入れた、水彩画である。このほか、聖母子像など中世スペインの宗教画をはじめ、フランシスコデゴヤの、闘牛儀等の西洋絵画、織田の直武、周期く等の初期日本洋風画、アントニオ・フォンタネージらの明治初期洋画、馬園、祖食等の中国絵画、及び写真類を収蔵する。藤田つぐじ作品、大壁画、 秋田の行事は、縦3.65メートル、横幅は実に20.5メートルにも及ぶ大作であり、当美術館のシンボル的な作品である。秋田の全貌をテーマに、関東や太平山、三吉神社の盆天祭り、鎌倉や秋田県による犬ぞりなど、秋田の祭りや民族が描かれている。世界の富士に、世界一の大壁画音の平野の要望に基づき、 同家が所有する蔵をアトリエに、約半年にわたる取材を重ねて制作された。今日の美術館が建設される以前にも、日中戦争が本格化する以前に、平野の支援による美術館の建設計画があった。1936年に、かつての妻マドレーヌを亡くした藤田に、平野が鎮魂のため建設を提案したという。1938年に、 日吉八幡神社境内で着工したがすぐに中止され、以来その計画の詳細は不明となっていた。2012年秋に平野拓にて家族が青焼き面を発見、藤田による施設の再興や展示室について指示されたメモも発見された。これら資料は調査が行われた上で複製が展示されている。2012年に現名称に変更。 ただし、現在の公益財団法人、平野正吉美術財団の定款における、基本財産の項目では総点数599点と、され、相違が見られる。ありがとうございます。